れあれあれ、向子先生はねえ、どこ行っちゃったんでしょう。あれ向子先生、向子先生、ちょっと待ってね。よいしょ。ごめんごめん。何ですかこれ。どこ行ってたの。ねえ、4月2日ってさ、二人誕生日じゃない。はい、そうです。50周年ですよ。そうなんです。いや、もうおめでとうございます。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃね、記念すべき日なんでケーキを作ろうと思って。そう、嬉しい。まだ完成はねしてないんだけど、3人で一緒に完成させようかなと。あー、やったー、やったー。素敵じゃないですか。ひとまずスポンジはね、焼いて持ってきたので。50周年でしょ。え、まさか1、2、3、4、5。え、これ5段線の5段で。うわー、すごい。ケーキ見たことありませんよ。ないでしょう、なかなか。今日はね、いつも以上に気持ちを込めて作らせていただきますんで。ありがとうございます。皆さん、一つよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでね、作っていきますか。はい、それではクッキングスタート。やった、やった。ガチャピンチャンネル。さあ、では消毒お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、まずこのスポンジ、生クリーム、これホイップしたやつをこう塗っていくんだけど、いろいろとこうフルーツ使ってきたじゃない。もう2人のカラーをこれだけでいこうと思って。ありがとうございます。嬉しい。キウイと、それからイチゴ、すんごい人たくさんあって。こんなの見たことないです。ちょっとね、塗っていきましょう。はいはい、じゃあちょっと持っていただいて。はい、持ちます。このくらいかな。うん、いや、ここの一番下の段。下の段、はい。いいですね、いいですね。嬉しい。こんな感じ。こんな感じ。ジョニックもお願いします。はい、お任せください。はい、すみません。50年の思いを込めて。よいしょ。あ、それ。お。お。あ、それはこ。ちょ。ピッタね。いえ。お、綺麗。そうですかな。お、バッチリいい感じ。やったー。いきます、私も。よいしょ。ここ先生も。よいしょ。たっぷり塗って、こうも伸ばしてあげましょう。もうひたすらね、この作業。うん、いやー、でもこんなに楽しい作業もそうないでしょうな。そうだよ。やっぱこの50年、ガチャピンは何が思い出残ってますか。僕ね、今この真っ白のこのクリームを見てるとさ、やっぱりあのチャレンジ、雪のさ、チャレンジとかを今思い出してたよ。そう、ね、なるほど。あれね、いろいろやりましたね、あのスキーのジャンプとかね。ムックは、そうね、この50年ね、私やっぱりあのいろんな人たちに出会えたことが嬉しかったですね。番組を一緒にやってきた人もそうですし、はい、それにやっぱりね、あの全国のお友達にね、うん、もういろんなお友達に会えましたから、もうそれがね、とっても嬉しいですから、うん、またこれからの50年でね、どんなお友達に会えるのかなと思うと、うん、まあこれは楽しみでございますよ。だっていろんなたくさんの人たちと触れ合ってきたでしょう。そうなんですよ、ね。いろんな土地に行ってね、いろんなお友達に会いたいですね。会いたい ね, ね。あとね、またね、宇宙に行きたい。もう一回。それこそ宇宙って言ったら、ムックは行ったことは、私はありません。ガチャピンがあるんですよ。ガチャピンはあって、ムックはそっか、まだない、うん。私はちょっとね、まだ行ったことありません。今度ムックも一緒に行きたい ね,、うん、ね, ね。俺もさ、連れてって。一緒にいいですか。ね、一緒に。ね、本当に。じゃあ、もこ先生も一緒に行こう。3人で行こう。みんなで行きましょうよ。うん、無重力を私体験してみたいのよ。そうだよね。俺も宇宙です。どうしようかな。何作ろうかな。あ、宇宙で作る。なんかできるかな。わあ、ちょっとそれ楽しみですな。あともう一つ。はい。YouTube チャンネル。これをね、100万人突破したんです。ああ、確かに。いい。はい。近々突破させていただこうとは思ってますよ、うん、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。
で今日はね手作りなので、そのお店みたいにピタッとこう綺麗にはねそんなにできないけど、これがまたでもね正直言って良かったりするんですよね、手作り感が。どう？さっき雪山みたいな感じになってたけど、でもちょっと綺麗にね表面塗ったんで、ちゃんと5段に見えるかどうか。ああ、もうバッチリですよ。バッチリ？なんかねお城みたいに見えますね。綺麗なお城。でそしたら、そしたら、よいしょ、ちょっと、ね、絞ります今度。わあ、細かい。ねえ。なんか息が止まっちゃうね。集中してみちゃいますね。そうそう、どうどうこれ。あもうすごい、ちょっと先生、ちょっと一緒にやりません？あ、もちろんもちろん。ありがとう、じゃあ一緒に、はい。シニココさん、これでいい？これね。ここも、お。軽く力を入れて、ふっと離すと。ほら、すごい、ね。はい。軽くやって、してちょっと離す。はい、あ上手ね。ガチャピンいいですぞ。いい。ほい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 ムックもやろうよ、ムックもいきますよ。チューでしてふって引いて、ほっ、上手、やったー、いいね、楽しいね、いやーできましたね、すごいよ。下の段もね全部、わあ、すごい、そう、え、ぜ、全部ですか？そう、うわー、ラーリーがたい、ちょっとおしゃれにね、おしゃれですね、よし、どうよ、わー、ね、すごいな、すごくない？わあ、もうこれだけでももう本当に素晴らしいですね。本当だよ、まだまだね、これからよ。え、これでね、ちょっとね、フルーツをまずキウイをね、カットしていきます。カットして、はい。でね、これをね、そう、こうやって、なるほど、ね、そっかそっか。あら、わー、ね、かわいい。いちごがあるんだけど、これはね、もう縦半分にカットしてあります。おやっぱりこう緑と赤でね、映えますな、本当だ ね、 ね、最後にはね、またちょっとしたサプライズがあるので、えこれ以外にも、まだあるの、まだあるのよ、実は。なんだろうね、なんでしょうね、ちょっと楽しみにしてて。でまたじゃあちょっとキウイ行きましょう。ああ、なるほど、これは交互に行くわけですね、交互に、なるほどね、あ今度はそこ、半分にね、そうね、うんうん、そうね、すごいね、これもまた、すごい、本当に、うん、いや、なんか本当なんかお城みたいだね、本当だね、本当に。よいしょ、うん、さあ、もう先生、これ一番上の段はどうなさいますか？まだなんですよ、まだある、まだあるの、腰で、腰、あ、これ、あ、ちょ、私させてあげますね。 ありがとうございます、こちらこそありがとうございます。最後は、うん、いいよ、はあ、すごい、うん、思わずため息が漏れてしまいますな、本当に漏れちゃうよね、呼吸してることを忘れちゃうんだよ、忘れちゃう、ダメ、忘れないでください、本当に。でね、うん、ここで、うん、で、よいしょ、なになに、うわー、これ緊張するな、え、なに、ちょっとこれ、こっち置いといて、え、お、まずは、うんうん、これを、あー、ね、ほんとか、いやー、これ嬉しいです、見てます見てます、うわー、うん、まあ、ちょっとこれ素敵じゃないですか、まだちょっとみんなわかんないでしょう。ね、皆さん、ね、ちょっと待ってよ、見るね、まだこれね、すごい嬉しいですよ、まだ これが、あ、これをね、ちょっと待ってくださいよ、これ、あら、すごい、わ、なんか これが先言ってた、ちょっとなんか本当に俺涙が出そう、本当に、ちょっとお見せしていいですか、はい、お願いします、見て、めっちゃ可愛いから、すごいです、これ、やったー、
でとうございます。ありがとう。怪我入っちゃった。はい、落ちない。いや、ハグしたはいいけど、ちょっと入っちゃった。ごめんなさい、眠くの。ちょっとどうですか。いや、ね、素晴らしい。こんな。ちょっとこんな感じにね、仕上げてみました。うん。ありがとうございます。いや、本当に嬉しいです。本当におめでとうございます。本当にありがとうございます。これはちょっとね、3人で行きますか。はい、おこがちゃむくキッチン。いやー、あのね、一番緊張したね。いやー、でも本当に嬉しい。もう感動だよ。こんなちょっともう、いつも以上に気持ちをね、込めて作りました。やらせていただきました。僕は先生の心が本当に伝わってきました。すごいよ。僕はもうちょっと涙が、もがちゃん、嬉しい。でも本当にね、僕もね、ちっちゃい時から2人を知っててね、2人を見てて、いつもなんか勇気とか元気をもらってたから、なんか本当にこういう形でご一緒できて、でまた一緒にお祝いすることができて本当に嬉しいよ。いやー、もうこれからもよろしくね、本当に。いやー、お願いします。本当にお願いします。ありがとうございます。またちょっと、だからもう、もう先生もこんなオチはいらないの。いやいや、もうね、涙もちょっと笑い。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にこれからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当に心からおめでとうございます。ありがとうございます。さあ、ちょっとお二人いかがですか。いや、もうね、こんな素晴らしいケーキをいただいたからにはね、もっともっとね、素晴らしいものをこう皆さんにお届けできるように頑張っていきましょうね。そう、みんなに届けられるように僕たち頑張ります。ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それじゃあ、100周年へ向けて、はい、みんなでケーキをいただこう。いただきましょう。じゃあみんな次回もお楽しみに。今日は本当に2人ともおめでとう。ありがとうございました。50周年を迎えます。お誕生日の日にハッシュタグガチャムク50周年ってツイートして一緒にお祝いしてくださいね。みんな待ってます。